その夜もいつもの仲間と居酒屋でビールを飲んだり踊ったりしてた場の雰囲気は盛り上がって音楽が来る。惜しくなっていたバーテンダーは巧みな手さばきグラス。おしゅにはマシアが青を切るヤゴリのコクテルを気楽に出してた仲間とはあまりとあらゆるドリンクを飲み酔っ払ってしまい聞きしゃいじみたこともしたか。その時一瞬の音楽が止まり場にいた女の姿勢が入り口に現れた。女の子のMilk, modern cave for sex appeal. Her skin's white but spirit's red. Kiss her lips, you're burning out. She's magical, physical, magical, physical.信じられない美しさだったか。のじゅかばんに座るときに熟がまた鳴り始め、みんな踊り飲み始めた。でもエナの姿勢はずっとその女の子に向けられてたのか。またしは彼女にアーナー仕掛けて誘導しかことにした。その女の子の名前はカティナ。孤独で無邪気すだたばにいた臨場はみんな彼女にドリクをガウドしてたので、私の仲間たちは気絶をしなくてはならなかった。仲間の一人がうまく言って、その子は一緒に踊ることを承諾した。She was fed with bloody milk, mother gave her sex appeal. Her skin's white but spirit's red. Kiss her lips, you're burning out. She's magical, physical, magical, physical. What?袖らしい二人分けてしまった。数時間後また仲間味子を知ってた時、私の電話が鳴ったと。足子を知ってた時、私の電話が鳴った。ゲッター中字だったがおかしな声に聞こえた。でも何かあたかみにななスタユットはしなか。あとに七しかことはまなのみ出たよ。パラだと聞かティナが男のの戦った。極悪したんだ。She was fed with bloody milk, mother gave her sex appeal. Her skin's white but spirit's red. Kiss her lips, you're burning out. She's magical, physical.